俺が聞いてた記憶と違うな。でもこれ多分こっちが正解なんやなって思ったらしいんです。うん。で抱きかかえてるお父さんの顔見たら、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、チャンネルメンバーシップの方もあります。ぜひね、よろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もですね、これからもよろしくお願いいたします。さあ、今回も来てくださいました。ゲスト、まよいちゃん、そして、国沢一生さんです。お願いいたします。お願いします。お願いいたします。お願いします。何まよいちゃんってって思った方、前回のね動画またね詳しく見ていただきたいと思うんですけども、簡単に説明いたしますと、10月の29日日曜日ですね、ユーロライブの方であの世の正体を知るライブ、まよいの館というね、まあイベントがあるんですね。でその MC もこのまよいちゃんがやられていて、出演者がすごいです。国沢一生さん、パシンペロンはやぶささん、そしてアバウトガールズのお二人っていう、そのこう怪談ライブというよりは、まあ、そのお話の中からですね、やっぱりこう不思議なものが感じる見える皆さんが、これはこういうメッセージなんだよとかね、そういうことをこう、まあ、生きる上でのヒントなんかも教えてくれるという、ちょっと一風変わった、とても面白そうなイベントになってるわけなんですよね。そうなんです、はい、だからちょっと不思議な感じで、前回ねここ喋らせていただいたんですけれども、はい、この喋った後に霊感が強い方にこう教えてもらうっていうためになるなと思って、いろいろパスします。まだえ、国沢君、はい、ごめんなさい、ちゃんと説明して。はい、ちょっと思ってるんですけど、はい、なぜまよいちゃんのことを国沢さんと僕はこんなにちょっと怖がってるんでしょうかね。やめて、まよいだよ。あ、そっか、ね、1個ね情報忘れてました。ちょっとね、今回も国沢さんにお話をしていただいて、はい、またまよいちゃんがね、それに対してどんなね、言葉をね、また聞かせてくれるのかっていう、はい、ちょっとこんな感じになるんですよというところを、じゃあまた今回も見せていただいていいでしょうか。わかりました、お願いします。はい。まあ、僕、いろんな方の体験談も預かってるんですけれども、今回お預かりしたのは男性の方からの体験談で、はい、まあ、怪談聞こうと思ったんじゃないんですよ。この不遇話誰かないですかって聞いたら DM でいただいたんですけれども、いや、ちゃんと怪談やんと思ったんで今日ちょっとお話しさせてもらいたいんですけれども、はい、まあ、この方の不遇っていうのが、まあ、両親がもう幼い頃に亡くなってていないんですよ。それが昔田舎暮らしで超山奥に住んでて、で隣の家も廃屋で鹿の家族が住んでたらしいんですよ。鹿の家族？鹿の家族、もう廃墟だから、あーはーはー、だからご近所さんが鹿の家族しかいないんですよ。でそんな状況で3歳ぐらいまで過ごしたんですけれども、ある時火事になってしまって、お母さんとそこで住んでたおばあちゃんが逃げ遅れて亡くなってしまったんですって、うん、でその方はお父さんに助けられて命は助かったんですよ。ただお父さんも自分の大切な家族を失ってしまったことでメンタルがやられてしまって、で亡くなってしまったんですって。でその幼い子は施設で預かれるようになってそこで生活してたんですよ。でそこで寝泊まりもしてたんですけれども、ある時寝てたらめっちゃ苦しいんですって、うん、ぐーって苦しくなったから何と思って目覚ましたら、同じ部屋の男の子が自分の首をぐーっと絞めてるんですよ。はいはいはい。であまりにも苦しくてジタバタしながらその手を振りほどいたら、もう号泣して怖くて、でその泣いた声で先生が来て、どうしたのって言ったら、その男の子は首絞めたって言って違う部屋に連れて行かれたんですけども、男の子は全く覚えてないんですよ、うん、だから子供の頃によく見られる無遊病じゃないかってなったから、でもこんなことがあったら危ないから、その男の子は別の部屋で寝かせようってなって離れたんですね、はい、それからしばらくしたらまた寝てる時にまた苦しくなるんですって。で何と思って目覚ましたら、またこう首絞められてるんですよ、ぐーっと。で慌てて振りほどいて、また先生が来て、でその説明したら、また無遊病じゃないかってなったけど、この二人目はまた全く別の子なんですよ。だからその男の子じゃないんですよ。最初に首絞めた男の子じゃない子がまた首絞めてるんですよ、その男の子の。えってなった時に、なんかわからんけど、幽霊とかわからへんけど、この子に原因あるんじゃないかと、投稿者さんに、体験者さんに首を絞められてしまった子の方に、そう、はい、なんかの原因があるんじゃないかってなって、この子を別の部屋で一人部屋で寝かせるようになって、はい、それ以降はそういう事件はなかったらしいんですよ、はあ、で大人になって結婚するってことになったから、結婚するときに自分のルーツを全く知らないから、まあ、かすかに知ってる情報をもとに、一回自分が生まれたところ
で育ったところ3歳まで見に行ってみようと思ったらめちゃくちゃ田舎やったらしいんですね、うん、で山道をずっと登っていくと一人警察官が川を眺めて立ってるんですって。ほう。でなんでこんなとこ警察おんねやろうと思って近づいていくとこっちはゆっくり見て微笑みかけてその状態で落ちていったんですよ川の中に。ほう。でうわっしたと思ってであまりにも衝撃的で動けなかったんですってしばらく金縛りにあったかのように。でもじゃああかんかとしてるとこれったら通報しなあかんしと思って、うんうん、慌てて川見たら別にそこに警察官いないんです。え？でよくよく考えたら結構高さあるから落ちたら何かしらの音は聞こえるはずだバシャンとか。でも何も聞こえなかったしいやおかしいぞとそもそもあれ人間やったんかなってなんかよく分かんなくなってくるらしいんですよ、うん、でもよく分かんない状態でとりあえずもう一回ここまで来たし自分の生まれたところ行こうと思って行ったんですね。で行ったらもうさらちになってるんですよ。でおそらくここなんやろなと思って足をパッと入れた瞬間にバババババッとフラッシュバックするんですって、はあ、でそのフラッシュバックした日っていうのがあの火事の日なんですよ。で自分は抱かれてるお父さんにでそこから火事の現場を見てみるとお母さんとおばあちゃんが横たわってるんですけれども血だらけなんですよ、うん、あれって思ってで見てみるとお母さんの背中にってるんですって包丁か何かが。でちょっと待てよとこれ俺が聞いてた記憶と違うな。でもこれ多分こっちが正解なんやろなって思ったらしいんです、うん、で抱きかかえてるお父さんの顔見たらさっきの警察官なんですよ。であれと思いながらそのままその家を出たらそのフラッシュバックも止まった映像も止まったんですけど確実にこれは自分の親父が思ったらしいんですね。でそれで耐えられなくてしたんじゃないかと。なんやねんとちょだいぶ腹立ってきたらしいんですよ。でそのままもう帰ろうこんかったらよかったなと思って帰ってるとその鹿の親子が生活してたところがすぐ出てくるん で、はい、で廃墟はまだ残ってたんですって。ただもう駆逐しててほとんどない状態でちょめっちゃ赤く光ってますよ。ずっと赤く。え、はい、ごめんなさい、すいません。いいです、全然全然。赤く光ってましたね。光ってましたね。青とかはあったんですけど、はい、ごめんなさい、すみません。いいです、全然全然。でその鹿の家族が住んでた廃墟もうほとんど駆逐して空も全部見えてる状態だったんですけど残留物みたいなのがいくつか残っててそこを見てみるとなんかノートみたいなのに手紙みたいに書いてあったんですって。でそれの長文で書いてあったんですけれども最後の方に無慈悲なる K 一族へ永遠なる呪いよみたいなワードが書かれてあってその K 一族っていうのが自分の名前やったらしいんですよ。だからもしかしたらここに住んでた人はおそらくそれを読んでいくと一家で無理心中したっぽくてその時に呪いをかけたんじゃないかっていうお話ですね、はい、だいろんなことそこに帰った結果知りたくないことまで知ってしまったんですっていう。これ今見え方の一つでフラッシュバックってあるでしょ、はい、これってあの世とこの世が見え方として亡くなった人がまだ最近だったりするとどちらかというとこの次元に近いのね。だからちょっと鮮明に見えるんだけどそのフラッシュバックの見え方ってどちらかというと霊体がもうビデオテープのようにそこに映像が埋め込まれてる感覚だと そこにっていう記憶が残ってるみたいな、うん、だから変なところに引っ越したりすると見えるのも、うん、まさに近々にいるあの世の人たちもいるしそこにもうレックされた映像みたいに見えるって2つのパターンがあるって思うんだよな迷いは。確かにいきなりあることをしたとか、はい、ある場所に行った瞬間にババババババってこう何か映像が流れ込んでくるんだっていう表現する方、うん、そんな会談も聞いたことあるんですけど、はい、やっぱり記憶ってのはそこに留まっててそこに行ったりとか何かこうチャンネルがあったりするとそうなの。だからその映像がしっかり見えるっていう時もあるし、これまたちょっと変わったあれかもしれないけど今度は音声でパパパパパって聞こえてくる場合もある、はい、これだから音声が得意な人映像が得意な人っていうのにも迷いは分かれると思うな。ただちょっとさっきの話一回思い出すと、はい、なんか不思議なことがたくさんあってはい、整理するとずっとこう首を絞められてしまうことがなぜかあった、はい、あったで自分の家は昔火事があってみんながそれでやったんだと思っていた、うんはい、で調べたところ警察官の方が身を投げてるみたいな、うん、でそれが
自分のお父さんだったとか。お父さん。で、バーッとこうフラッシュバックの中で、実はそういうことがあったかもしれないっていうのが流れ込んできたわけじゃないですか。はいはいはい。お父さんは実際に警察官をやられた方だったんですか？おそらく警察官をやってたらしいんですけれども、だからそこの田舎だからそんなに警察官も量が多くないわけなんですけれども、なんかその地元では結構、なんていうの、このあそこの家族やばくなったよねっていう話は有名らしいんですけど、それもやっぱりそこに引っ越してきて、はい、何かそういうようなお父さんがことをしてしまったのかもしれないとかってことなんですか？でもその土地にあると思うね、うん、そういうその思念が残ってて入ってしまって、ね、心の穴をそれに埋められたっていう例。ちょっと気になるのが、その要はその呪いをかけますみたいな隣にあったじゃないですか、はい、メッセージが、うん、でそれ以降に例えばそういう事件を犯し自分の奥さんとかをやってしまってるとすれば、その犯罪者の方にもその憑依っていうのがあるのかなと思って、自分ではそういう気持ちじゃなくても弱ったところに入り込まれて、やってしまう、やってはいけないことをやってしまうっていうのも、うん、それは全然ある。だから首絞めてるのはその犯罪者の子が、うん、ったことに対する未練が周りを取りまとってるんで、 その人に近くにいる人に移ってそういう行動をさせる。だからそれはぽっかり穴開いてなくても入れるので、うん、それは恨みの強さっていうのに今度当てはまると思うんだけど、しかもその一族を呪ってもう途絶えさせようと思ってるからこそ、その家族、その子供が、うん、まあね、男の子がっていう命を絶たれそうになってたっていう、なんかつながってくるじゃないですか、はいはいはい。で、あの、お前ちゃんも聞きたかったのが、たまたまその崖のところに警察官が立ってました、身を投げました、うん、でもそれはどうやら霊だったわけじゃないですか、うんうん、その身を投げる瞬間に振り向いてニコって笑ったっていう、あれ何なんですかね。これに関して言うと、辛辣なことを言うと、多分その見え方は嘘だと思う。あ、これはその中でもしかしたら作られてしまったかもしれないけども、うん、まゆいが今話聞いててそこのポイントは持ったなと思ってる。あ、なるほどね。でもそれは分かる。その見え方としてこれ難しいんだけど、目に見えるものじゃないの、うん、幽霊って。あ、頭に電気信号みたいなものが送られてきて見えるっていうのが正しいと思うので、なのでそういう電気信号が飛んでるところでそういう見え方をしたっていうのはあるかもしれないけど、まあ、あの前回もそうでしたけど、こう命を自分で絶ってしまう方はずっとそれを繰り返してしまうっていうことがあって、まあ、そこで命を絶ってしまっていたのだとしたら、その瞬間を見るのは分かるけど、自分の方を見てニコって笑うってやっぱちょっとおかしくなってくるわけですもんね。ただやはりもしかするとそういうふうに見えるぐらい何かショッキングで、まあ、記憶がそっちの方にこう引っ張られてくっていうことになったのかもしれないですよね。そうだから、あと一番怖いのは今生きて残ってるその子だよね、うん、その子が今その状況を感受性だけが上がっちゃって受信状態が高いから拾いやすい、もらいやすい状態になるから、そういうちょっと心霊スポットとか行った時に波長が合いやすいんで、はあ、気をつけた方がいいかなって。だから一番実は怖いのはその子の今の状態かな、起こる現象ってあくまでメッセージなんで、うん、何かあなたがしでかすよっていう、だから急にやっぱり行ってみようって、ルーツに辿ってみようっていうのもメッセージなのね、うんうん、うわ、なるほど、そういうことなんですね。だってなぜそのタイミングで行かなきゃいけないか、はい、そこで後ろからの声が聞こえてるはずなの、自分で決断をしたと思ってるけど。これ今聞いてちょっと思ったんですけど、はい、今の話一旦置いといた時に、これ見てる皆さんも含めて急に思い立って何かをしようってことって、うん、それ誰しもあるじゃないですか。あります、あります。僕で言うと、つい先月お墓参りに行こうってなったんですよ。はいはいはい。まあ、実家長野県のお墓なんですけど、はい、子供が生まれてからこのコロナ禍で、で家の実家の家族たちが医療従事者ってこともあったんで、うん、まあ、田舎だしそういう仕事だしでずっと実家帰れなかった、はい、でイコール子供生まれてから子供を一回もお墓参りをさせることができなかったんですよ、はいはい、でずっと残ってたんですけど、先月ふっと思い立って行けたんですよ、はいはい、でそれもなんかパパパってこう急に休みが入ったとか、なんかすごくこう呼ばれてるかのようなタイミングだったんですけど、はいはい、なんかああいうのっていうのもなんかやっぱ意味メッセージとかあるってことなんですかね。そう、大体だから人の後ろには霊がいるんだけども、まあ、いない人はよっぽど性格悪い人ね。で迷いが歩いてると結構見えるんだけども、うん、その後ろについているのか身内、いわゆる背後霊的なものなのか、はい、悪い霊がついてるか
で、その後ろの人たちは思いつきとか、まあ人生は2つの選択の中で生まれてるんだけども、それを全部いい方に導いてくれようとしてるの、身内は。いい方に、そう、あの実は関係ないですけど、今この話したから、こっからここがなんかブワーって今痺れてるんですけど、これなんかありますか？島田さんはずっと最近お父さんがよく出入りしてると思う。お父さんが今メッセージをくれてるから、二者択いつもあまり間違えない側に来てると思う。それは失敗したと思うことがあっても、いずれ成功のものの方で、失敗だ失敗だが続いてる、自分だけが空回って、でもいい状態もあるの。これは悪い例がついてる時で、例えばそれがついてる時って、例えばこのお家がいいなって引っ越しの時とかね、でも自分は思ってないけど、後ろの悪い霊がそこの部屋に導いてたりすることがあるから。もう一回聞いてもいいですか？いい霊がついてる時と悪い霊がついてる時の違い、もう一回聞いてもいいですか？いい霊と悪い霊はどちらかというと、自分がハッピーと思うことより、自分が起こした行動で周りがハッピーになってるかどうかでチェックした方がいいかもしれないね。へー。だからもし交通事故や、こっちの道に行こうと思って交通事故にあったとするでしょ、でも大概みんな向こう行けばよかったって思うかもしれないけども、そこがその先にあるのを止めてくれてる場合もあるのね、うん、なるほどなるほど。そうだから周りがそれで悲しんだりしてる時は悪い方、うん、でもよかったじゃないっていう、周りに恵まれた時に改めて、あ、みんなの優しさって大切だなって実感するとか、まあ、いろんなパターンが交通事故はあるんだけども、その二択がうまくいってないなと思う時は、一回自分の選択肢はやめた方がいい。いいなと思う時は、あ、思いついた、やってみようの時は全部絶対従って、それはあなたの先祖が言ってるから。へえ。僕も今むっちゃ気になってるんですけど、はい、僕マジで行ったこともないし全然興味もなかったのに、4ヶ月5ヶ月ぐらい前から箱根彫刻の森美術館に絶対行かなってなってるんですよ。これ何なんですかねと思って、マジで。いやどういうこと、急に急に。僕テレビも置いてない。そうだ、京都に行こうとは来ますよ。そうだ、箱根の森美術館、彫刻の森美術館に行こうってなってる。そんなピンポイントで、ピンポイントここだって。だからテレビの CM で見たとかもないですよ、俺テレビ置いてないから家に。でも4ヶ月5ヶ月前からずっとなんですよ、これ途絶えないんですよ、で気持ちが。行ってないんです、まだ行ってないんです。これ迷いちゃん行った方がいいよ、これ行った方がいいんですか？これはだから、ま、これもまた細分化されるんだけど、はい、もしかしたら行きたくて行けないまんま亡くなった人が入ってる可能性もある、そこまでの未練って。あ、それやったら成仏になるんですか？行ったら、行ったら成仏になるし、はいはい、なぜ国沢さんにその思いを乗せたかっていうのも絶対そっち側だとしてもある。へえ。もしくはそこで何かヒントっていうものを拾いに行ってくださいっていうためのそこの場所。え、そういう場合はご先祖様とか、そういい霊が何かそこに行かせようとしてるっていうことってことなんですかね？その場合もあるし、未練で行けなかった人の場合もあるし。これ危ないのがね、例えばそこに行って悪いことになるかもしれない、うん、いいことになるかもしれない、ただ変なのに呼ばれてる可能性もある、いいパターンもあるっていう2パターンあるんじゃないですか、うん、変なのっていうのはやはり心霊スポットとか行かない限りあんまりないと思った方がいい。霊ってどちらかというと導くためにいるから、まあもちろんその人の自爆霊とか、ちょっとその定期的に街の中にも悲しいもの人たちはいるけどね、7割方はいいきっかけだと思っていいかな。あ、そういう直感、よくその成功者の法則共通点として、インスピレーション、直感を信じる人って結構成功者が多いって言うんですよ、はいはいはい、なんかそういうのっていう、何かバーンと来る、降りてくる、そういうものっていうのには従ってった方がやっぱいい結果につながりやすいってことなんですね。 そこを一回頭で考えないで心に落としてみて、それがぽっかり開いた穴に入ってきた、やらなきゃっていう悪い念なのか、そこが分かると思う。へえ。胸が踊ってればやった方がいいやつ。いや本当何聞いても答えてくれるんで、うん、なんかどんどんこう聞きたい聞きたい、これもこれもってなってきますね。めっちゃなります。それで、あのやっぱ決めました。ということでですね、はい、次回は迷いちゃんにもういろんなこう、まあ、霊に対する質問疑問をぶつける、うん、まあそういった質問座談会をお送りしていきたいと思いますので、ぜひね楽しみにしていただきたいと思います。お願いします。
ちょっとじゃあもう一度ですね、皆さんにちょっとね改めてお知らせいたします。あの世の正体を知るライブ迷いの館、10月29日日曜日ユーロライブの方であります。こちら、会場15時開演16時夕方です。チケットは4950円ですが配信の方もございます。出演者は国沢一生さん、パシンペロン早草さん、アバウトガールズのお二人です。まゆちゃんもう一言最後何かお願いいたします。メッセージ。今回の迷いの館はどちらかというとだから演者だけで喋るんじゃなくて来たお客さんとみんなで座談会をするつもりなんで、ぜひいっぱいいろいろ悩んでる人に来てもらいたい。はい、よろしくお願いします。そして国沢さんもね、YouTube チャンネル、たくさんもやられてますもんね。そうですね。今、生配信部屋っていう生配信中心にやるチャンネルと、フグを扱ったりとかする、国沢一世 TV と2個やっておりますので、よかったらお願いいたします。はい。概要欄貼っときます。皆さんぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。というわけでゲストは、まよいちゃん、そして国沢一世さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。当日も出演される国沢さんが、はい、まあ、会談を話していただいて、で前回もねその後迷いちゃんがそのお話ってこういうことなんじゃないのかなって話をしてくれたんですけども、うん、誰かすごく面白かったのがいわゆるもう考察の域を超えてるんですよね。そうなんですよ。なんか答えみたいな感じですよね。うん、その自分たちが知りたいことの答えを気持ちよく教えてもらってる感じがしててすんなり入ってくるんですよ。でなんかそれがとてもこう知れてよかったことだったりとか、うん、あの時の自分ってこうだったんだ、こういう状況だったんだみたいなことで、はいはい、もう考察っていう なんでしょうね。でここに今度はパシンペロの早草さんとかも入ってくるわけじゃないですか、はい、となんかよりこう深みがあるライブ、いろんな見え方がする人でいろんな答えもあると思うの。だからそれがなんかみんなですり合わせていけた。だから見える人からどう考えているかの答えのすり合わせのイベントだね。うーん、面白いっすねこれ。このライブなんか楽しい、なんかどんどんこう大きくなっていきそうな。そう言っていただけるとありがたいね、クリサーさん ね本当にめちゃくちゃ楽しみなんですよ僕も。だから今聞きたいなって思うことめちゃくちゃありますもん。あとやっぱ聞いてると出てきますね。あります、あります。だから足運んだ当日の、ね、お客さんもちょっと自分でパッとこう思ったこととかね、はい、どんどんこうたくさんこうね話し合えるような場になったら素晴らしいなと思います、ね。いやすごい。でほんまにだから今日まよいちゃん連れて帰っていろいろ聞きたいですもん。まよいちゃんこの後塾。あ塾。